よいよアイドルアルティメイト二次予選か。みんな目を合わせようとしませんね。一次予選の時ほどじゃないですけど、もっとリラックスした方がいいのかな。ところでプロデューサー、まだ少し時間あるし、振り付けのイメトレしていいですか？完璧っていうにはまだまだなんで。今、頭の中で自分のダンスと響きのダンスを重ねてみたんですけど、イメージすればするほど、響きってすごいなって思っちゃいます。僕、全然ついていけないや。はい、そうですね。それに、壁が高ければ高いほど、頑張りがいもありますし。あれ、ねえ、プロデューサー、あそこにいるのって、響きですよね。響きは先週、もうすでに二次予選も通過したって聞きましたけど、なんでいるんだろう。なんだか寂しそうだな。一次予選の時はすごく楽しそうに僕に話しかけてくれたのに、あの時は響きに話しかけてもらって、僕救われた気分だったんですよ。はい、そうなんです。でも今日の響きは、あの時とは全然違うなぁ。あ、でも、もう話しかけないでくれって前に言われたじゃないですか。ですよね！そんなの寂しいですもんね！いや、また会ったね！あ、ジロー！じゃなくて、マコト！ハイサイ！やっぱ、今日オーディション受けるんだな。うん、響きは二次予選も合格したんだよね。おめでとう。自分の実力なら当然の結果だぞ。それは誠の様子を見に。いやー、しまった、またナムコプロの罠に引っかかったぞ。え、罠って何のこと？ダメダメ、話しかけないでって前に言ったぞ。プロ社長に怒られる。自分が怒られたらナムコプロのせいだぞ。プロ社長ってそんなに怖いの？怖くはないけど厳しいんだ。それに自分はトップアイドルになるためにプロ社長の言うこと聞くって決めてるし。プロデューサー、しっかりしてくださいよ。この前、黒井社長の考えは間違ってるって言ってたじゃないですか。わかったら、もう自分に話しかけないでね。約束だからな。でも、響きの様子が気になったんだ。なんだか寂しそうに見えて。おーい、誠、自分の話聞いてたか？話しかけないでって言ったよね。そうだけど、だからってお互いに無視するのもなんだか嫌じゃないか。話しかけるな。日本語わかる？誠はもしかしてバカなのか？うっか、バカってなんだよ。こっちは心配してるのに。話しかけないでって言ってるのにしつこく話しかけてくるのはバカな証拠だぞ。人の話は聞くべきだね。そっちのナムコプロもそう思うよね。でもさ、バカって言う方がバカだと思う。それって自分がバカだって言いたいのか？取り消せ。自分はいい意味でのバカだぞ。いい意味って何が違うの？それに僕だってバカじゃないよ。取り消してよ。いやだ、誠はバカだと思うから。なんで僕のこと響きにわかるんだよ。それは誠が二郎に似てるからだ。二郎はバカなんだ。だから誠もバカだ。めちゃくちゃだ。意味がわからないよ。ほらバカだ。そ
意味でのわからないじゃなくて。じゃあバカじゃないかどうか試してあげるよ。いいよね。メンソーレってどういう意味か答えてみなよ。ま、誠には無理だろうけどさ。メンソーレ、ほら、やっぱわかんないだろう。わかるよ、楽勝だよ。こら、ナムコプロ、答え言うなよ。そうですよ、言ったら勝負にならないじゃないですか。ナムコプロに答えを教えてもらってるようじゃ、マコトはダメダメだな。つまりバカだ。ずるいよ、沖縄の言葉じゃ響きが有利に決まってるじゃないか。それに今の質問ってバカかそうじゃないか関係ないだろ。勝ちは勝ちだぞ。これが黒いプロ流のやり方なの？違うぞ、これは兄貴や二郎との口喧嘩の時身につけた自分流の勝ち方だ。せこいよな。なんだと？この次郎もどき。次郎もどきって僕のこと？なんだよそれ。次郎に似てるから次郎もどきだぞ。決まってるだろ。決まってないよ、そんな変な名前つけないでよ。あー、もううるさいな。話しかけないでほしいって何度言わせるんだよ。自分もう行くから。まさか響き、今のずるい勝負で勝ち逃げするつもり？そんなの許さないぞ。うるさい、話しかけるな。誠に話しかけられると困るんだ。こうなったらもう何も聞かないぞ。聞きません、聞こえません。ああ、ずるいぞ、聞けよ。何にも知らないもんね。分かってますけど、今の響きの態度はあんまりですよ。僕のことバカバカって連呼して。プロデューサー、僕決めました。こうなったら絶対響きに僕を意識させてやりますよ。というわけで着替えてきます。プロデューサー。あ、もう時間。行ってきます。